はい。どうも皆さん、こんにちは。ミザでーす。おいおい。つうことで、皆さん、昨日の生放送ご覧になられましたでしょうか？まあ、新情報とかね、いろいろ抑えてらっしゃる方いると思うんですよ。僕もその一人なんですけど、その中で、いっちゃんやばいアップデあんの知ってる？俺の中で、いっちゃんやばいと思っているアップデが、アーカルム武器のワールドシリーズ4突なんですよ。はい。で、まあ、こちらの方なんだけど、まあ、なんでやばいのかっていうのをちょっと今回説明していきたいです。効果としましては、第2スキル、アーカルムの転生で得意武器や格闘楽器のキャラのアビリティ4ダメージアップとか、まあ、種族というか得意武器設定ですね。銃、刀キャラが通常攻撃4ダメアップとか、うん。まあ昔の虚空武器の現代版みたいな感じになってるかな。探検槍がアビリティをダメージアップ。で、まあワールドシリーズのマルチが来るとこれらが4突されるっていうような感じになってますね。昨日の動画の方では、まあ4突素材結構、素材突るの結構重いから覚悟して、覚悟の準備はしておいた方がいいよっていう話はしてて、まあ3突もね、意外とボディに効いてくるアイテムの素材の消費量してるんですよ。まあそういう話はしたんですけど、今回語っていきたいのが、まあ、この武器が、野に放たれた時のヤバさを語っていきたい。はい。まあ、どういうことかっつうと、まあ、おそらく4突することによって、第1スキルと第2スキルの、効果が野に放たれるわけじゃないですか。アーカルムの、この武器たち、実は、アーカルムだから許されてる感じがあって、うん。これが例えば、野に放たれるとどうなるのかっつうと、具体的に言いますよ。これね、別枠なんだよね。例えば、アンゲルス・オブ・ワールド。第2スキルが、アーカルムの転生、得意武器が、斧の杖のキャラの通常攻撃4ダメージアップっていう風になってんだけど、この4ダメージの効果量って、パーセンテージなんですよ。で、このパーセンテージ 15% っていう風になってんだけど、今まで4ダメってパーセンテージ少なかったんですよ。エレシュキガルがちょっと例外かな。通常攻撃の4ダメージパーセンテージアップみたいなね。闇キャラの通常攻撃の4ダメアップとかあるのは基本的にレアで、まあ例えば、ペイン&ストレインだったら4ダメージアップ10万とか、アビリティ4ダメージ20万とか、まあそういう世界じゃないですか。なんだけど、この申請に降り立った4ダメージアップ 15%、パーセンテージ系だよ。でさらにアビリティの4ダメージもパーセンテージ系なんですよ。これね、結構環境変わるかなっていう風に思ってて、野に放たれたら実はやばいタイプ。この例えばマーレオブワールドなんだけど、剣弓のキャラの奥義4ダメージアップじゃないですか。まあ、ちょうどバイキングなんで剣弓持ってみましょう。こちらの方奥義4ダメージも、今までは100万っていう奥義4ダメージアップだったんだけど、これが奥義4ダメが 20% ですよね。で、今までさ、4ダメージアップって60万60万で100万とかさ、2本で100万だったくないですか。うん、武器2本入れて100万とかだったけど、この奥義4ダメージアップ 20% って要するに500万出れば、100万出るじゃないですか。100万ダメ出ればさ、20% で、まあ、500万出れば100万出るわけで、これが野に放たれると武器枠1本圧縮できるわけだよね。その奥義4ダメージアップ100万が欲しいですっていう状況になった際に、まあ奥義ダメージ上限の価値が上がるわけよ。奥義ダメージ上限上げて、まあ単純な上限上げれば4ダメも比例して上がっていくみたいなね。まあそういった使い方もあるかなって感じなんだけど、まあ環境が、俺はマジでワールド武器をそのまんま世に出してしまうと。世界が変わるんじゃないかと思ってる。結構ね、スキル効果も新世界の福音、攻撃上昇、特大 HP 上昇、ショーとか。まあ悪くないスキルになってるんで、そこら辺考えてもね、なんか強そうなオーラがしますわ。ということで、それを含めてちょっと全部見ていきましょう。奥義効果が味方全体の TA 率アップ。まあ奥義効果も強化されるんで、このあたりも楽しみですね。で、一人目。格闘楽器のアビリティ4ダメージアップ。まあ格闘楽器で言うと、まあ闇属性が結構出てくるんじゃないでしょうか。まあ、具体的に言うと、あれだね、ボーマンとか。アビリティダメージ。シスもアビリティダメージだね。うん。それ以外にも、格闘得意で言うと、虎杖悠仁&伏黒恵も、格闘得意。うん。
格闘得意で、まあ、あの、アビリティダメージを持っているキャラクターっていうような印象がある。まあ、ここら辺の余ダメージが、上がるっていうのはでっかいところかなっていうような感じはします。はい。まあ、格闘でアビ余ダメアップはね、やっぱ闇属性は覚醒しそうなオーラがするね。で、次、火属性、レオン・オブ・ワールド。自分の奥義ゲージアップ 10%。うん。で、第一スキルが福音が、これ固定で、第二スキルが、銃刀の通常余ダメアップ。ということで、銃刀といえば、まあ、虎杖悠仁&伏黒恵組。なぜか刀持ってるんで、通常攻撃の余ダメが上がるっていう。まあ、冗談はそれま、あの、そんぐらいにしておくんだけど、土属性で言うと、まあ、例えば、ククルが銃得意ですよね。通常余ダメがアップっていうのが適用されたりとか、まあ、あとは、銃得意で言うと、ペンギーだね。ペンギーも、銃得意、銃格闘得意なんで、まあ、こちらの方通常余ダメアップもあるし、格闘なんでアビリティ余ダメアップもあるっていう考えると、まあ、あの、かなり、パワーを感じたりするかな。うん。銃刀ね。で、アエトス・オブ・ワールド。全体に水属性追撃効果。これ結構面白いよね。あの、楽器っていうところがちょっとあれなんだけど、味方全体に水追撃、条件なく水追撃を付与するから、例えばだけど、スパルタの楽器版みたいなやつが出た時、うん。あの、モローン・ラベとホプリですだよね。まあ、このアビリティ、楽器スパルタみたいなやつがやってきたら、多神人使って全体に追撃不要みたいな。結構もうすでに可能性を感じねえか、ワンちゃん。全体に追撃効果って面白そうだよね。で、それ以外第二スキルが、探検槍のアビリティ余ダメージアップということで、まあ、槍キャラのアビリティ余ダメアップで覚醒しそうなの、覚醒というか、まあ、印象的に残ってんのは火属性のアテナとかは残ってるんじゃない？テトラドラクマでドド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 とかね。うん。まあ、風属性、エニオもそうだね。エニオもニアビでズドド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 っていう風にできるんで、ポリスクラフト。これもね、まあ5回風ダメなんで、まあここら辺のダメージを伸ばしたりとか、まあそういった感じかな。まあ俺、今パッと思いついてないけど、槍キャラとかはね、結構暴れるキャラクターいそうな感じがするな。うん、まあ奥義効果も強そうだし、まあ新ジョブ、楽器のなんか新ジョブ、楽器の覚醒にはちょっと期待したいね。10月だっけ、11月だっけ、あれだね、ランバージャックの、極地が来るんで、まあそこでちょっと暴れてもらえると、ランバージャックがスパルタ化してもらえると助かるんですけどね。はい、って感じ。次、アンゲルス・オブ・ワールド、全体の風攻撃アップということで、はい。第二スキルが、斧杖のキャラの通常余ダメアップということで、まあ、結構、斧キャラクターって通常攻撃主体のキャラクターが多いような印象がある。斧キャラで言うと、誰だろうね。斧杖で言うと、パッと思いつくキャラクターは、斧杖ですか。通常攻撃主体の斧杖キャラクターで言うと、いや、風じゃないぞ。風じゃない。なんかいっぱいいるよね。全然いっぱいいるはずなんだけど、リストアップが追いついてません。通常攻撃したいか。まあ、ガウェイン。光ガウェインはそうだね、とりあえず。まあ、シバも通常攻撃だね。杖キャラクターで。うん、で、それ以外にも、いっぱいいるんだけどな。いっぱいいるんだけど。まあ、サラーサもそうだね。サラーサも通常で、メルーもそうだね。メルーとか。土属性は結構気になるキャラ多いね。シンダラもいるし。うん。まあ、このあたりとかかな。はいはいはい。火属性も結構 TA 確定、斧キャラいなかったっけ？ウィルナスが斧か。そうだね。ウィルナスが一応斧キャラ、みたいな感じになってるかな。うん、あ、そうだ。アンダーソンもそうだね。斧得意だね。っていうような感じになってる。で、闇属性が、剣弓のキャラの奥義余ダメージアップということで、奥義余ダメアップで、まあ、剣弓、個人的に印象深いのは、フェディエルかな。フェディエルは剣格闘得意だよね。で、あの、三アビを使ってると、奥義使用時に、奥義2回発動っていう風になってるから、奥義がバンバン出ます。で、フェディエルって言うと、水フェディエルもそうだよな。水フェディエルも奥義が1アビ使ってると奥義が2回発動するし、剣格闘得意、剣得意になってるから奥義の余ダメージ上げられるしとか、うん、そこ考えるとマーレオブワールドはなんか奥義編成に少し福音が訪れそうな感じしますけどね。ということで、まあ、実はこのまんま来るとやばくねと思ってる、前回のアップデート、昨日のアップデート情報で
バカちょっとなんか気になってたやつの紹介でした。はい。皆さんも気になるやつあったらコメント欄で教えて。ほら、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。